休憩前に引き続き会議を開きます。中川健二君の一般質問を許します。中川健二君。佐渡の西風中川健二でございます。よろしくお願いします。世の中はコロナウイルスで、今までの通りにいかないこととなり、新潟県には特別警戒が出ている事態となっています。今後収束しても全て今まで通りに戻るとはのは難しいのではないかと思われます。佐渡は幸いにして医療崩壊までには至らない状況だったようですが、気を許せばいつ蔓延するかは分かりません。今は人前でマスクは当たり前の世の中になっていますが、普段の生活の中で感染防止に注意を払う必要があります。また近年大雨の被害も甚大なものがあり、これも早いうちに河川の改修やいざという時の避難場所の確認等できることは準備する必要があります。最近佐渡は幸いにして大きな被害は免れていますが、いつ何時被害に襲われるかは全く予想がつきません。これは地球温暖化由来の異常気象と言われています。桜の開花も最近は随分早くなりました。奥佐垣も年々早く芽を吹き、今後は霜の被害も顕著になる可能性が高いと思われます。先日佐渡市環境講座に参加しましたので少し紹介します。それは生態系も温暖化とともに徐々に変化することで、今までいなかった動物や植物が入ってきたり いなくなったりします。気象庁の予測では新潟県は今世紀末に平均気温が 4.5 度上昇して、
今の鹿児島県の平均気温になると聞いて驚いています。2050年カーボンニュートラルが提唱されましたが、まだ何も手がついていないのが現実です。2050年は遠い未来ではありません。時間の猶予はありません。それまでに私たちは今の生活スタイルを変え、このことを生活スタイルを変える必要があります。このことは行政がリードして、市民の皆さん全員が理解し実現に努力をする必要があると思います。それでは通告に従い壇上からの質問をいたします。1、佐渡航路の安定と充実（1）、羽越港から直江津港貨物航路の今後はどうなるのか、和光船舶アグニの10月からの就航について、今後の方向性は佐渡市はどう考えるのかお尋ねします。佐渡汽船が赤字な航路に参入してもらえるのはありがたいことで、今後に期待をしたいがどうか。2、佐渡のエネルギーを考える（1）、県の自然エネルギーの島構想は何を求めてのものなのか。（1）、具体的なものが決まっていないようだが、まず化石燃料の使用を少しでも減らすことが課題なので、協力してもらえるところから太陽光発電の促進を図るべきではないか。（2）、スイスは今後どのように利用すべきかと考えているのかお聞きします。（2）、太陽光発電の余剰電力を貯めておく蓄電池の補助金を増やすことはできないのか。太陽光発電は今身近な自然エネルギーと言えるが、余剰電力の調整が大きなネックとなっている。そこで太陽光発電と蓄電池のセットでの普及が望ましいのではないか。（3）、佐渡の林業活性化の道を探る（1）、新庁舎建設に佐渡産材を使うべきではないか。近年公共施設にも木造構造で作られる施設が多い。また最近は接着技術が向上して修正材や CLT を使うことで高層建築にも耐えられる木造建築物もできている。カーボンニュートラル、SDGs など環境的にも木造建築は注目されている。このような現実を見れば、佐渡市のシンボルともなる本庁舎を木造にすることで大きな注目を受けることは確かだと思う。また法的にも公共建築物等の木材利用促進法なる法律があり、国を挙げて木造建築を見直そうということになっている。佐渡市として地元産材を使用した家づくりに補助金を出して市民に佐渡産材を使うよう支援しているのであれば、佐渡市としても手本を見せるべきではないか。新庁舎建設は佐渡の林業に火を当てる絶好の好機と捉えるべきだ。佐渡産材をふんだんに使い、地元産材の良さを多くの人から見てもらい、今後の佐渡林業の発展に寄与すべきと考えます。（1）、公共建築物等木材利用促進法の内容は新庁舎建築計画にあたって考慮したか。（2）、新庁舎の木造化は佐渡林業活性化の起爆剤になるのではないか。また佐渡の環境保全のためにも有益だが検討されたか。（2）、佐渡産材が当該産材と比べて使いにくい理由は何か。佐渡産材のコスト高はなぜか。（4）、ヤングケアラーの把握を（1）、ヤングケアラーの存在に目を向けるべきではないか。（1）、ヤングケアラーの全体像は見えていないので把握する機会を設けるべきではないか。（2）、学校や行政は何ができるのか。（1）、
家事の手伝いや親族の世話が悪いわけではないが、子どもとしての権利や機会が失われることはその子の人生に不利となる。行政教育の立場でのフォローは何ができるのか。丸2、単純な問題ではないが、福祉面から家庭を支える対応や教育現場もケアラーであることでの考慮も必要なのではないか。以上で演題からの質問を終わります。中川健二君の一般質問に対する答弁を許します。渡辺市長。それでは中川議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず1点目、浜地港から直江津港、佐渡航路の安定の問題の貨物航路のお話、ご指摘でございます。まず浜地港と直江津港の間で不定期の貨物船実証運航が計画され、現在入試関係者との調整が進められているというふうに、伺っておるところでございます。貨物船の運航により南部地区の海上輸送及び地域の活性化に寄与することになることを期待をしておるところでございますが、現段階では実証運航の詳細及び来年度以降の計画等も決まっていない段階ということでございます。地元関係者との今調整、打ち合わせ、この推移をですね、見守っていきたいと今考えているところでございます。エネルギーの問題でございます。県のエネルギーの島構想は再生可能エネルギーの導入と活用の促進を目的としております。佐渡の豊富なポテンシャルを生かせるよう太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入拡大を図りながら、将来的には洋上風力発電とその余剰電力を活用した水素の製造貯蔵利活用について検討しており、水素活用については今やはり大きくコスト面の課題がございます。そういう課題もございますが、脱炭素先行地域100カ所この選定に向けて今首都圏の企業等と連携しながら研究を進めているところでございます。蓄電池の補助につきましては、太陽光発電設備と常時接続する住宅用蓄電設備を対象とし、すでにセットでの普及を推進しているところで毎年10件程度の実績がございます。予算拡充の必要性につきましては、今議会の補正予算に計上したエネルギー計画の策定に向けた調査等を踏まえて、検討したいと考えておるところでございます。いずれにいたしましても、このエネルギーの問題を普及していく、ここには、財源等も必要になりますので、今国、環境省と合わせながらですね、国と合わせて、いろいろな議論を進めておる状況であるということでご理解いただきたいというふうに考えております。佐渡の林業の問題でございます。新庁舎においては公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律及び佐渡市公共建築物等木材利用促進基本方針を考慮し、佐渡産材及び佐渡杉ブランド材を庁舎の 内装材仕上げ材等でございますがで使用する計画としております。新庁舎は防災拠点であることから、災害時においても業務継続可能な耐震性能を有する施設として計画する中で、耐震耐火性能コスト維持管理面など総合的に判断し、鉄筋コンクリート作りで進めておるところでございます。公共建築物等木材利用促進法においても木造化になじまない、また木造化を図ることが困難であると判断される例として、災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策に活動に必要な施設が挙げられているところでございます。佐渡産材の問題ですが、やはり佐渡産材一つ生産コストが非常に高いということと、主な材が杉ということで、やはり杉の場合は強度の面でも問題があるというふうに考えております。でその理由につきましては、佐渡産材の生産コスト、これはやはり、生産に関わる組織が小規模であり機械化等が進んでいないこと、
でこれから材の搬出作業および運搬の効率化等が遅れております。そういったことが本土の大規模経営による効率的な大量生産体制と比べて不利な要因になっているというのも佐渡産材の弱点の一つ、大きな点だというふうに考えております。ヤングケアラーの把握につきましては教育委員会からご説明をいたします。以上でございます。答弁を許します。柴田教育長。それではヤングケアラーについてお答えいたします。ヤングケアラーについては国が今後取り組むべき施策の方針を示したところで、それを受けて県が9月に調査を行うこととしています。佐渡市の学校においては子どもたちの普段の様子を担任やカウンセラーによる観察および相談体制を通して把握したり、毎月実施している心の健康チェックアンケートを注視したりするとともに、子ども・若者相談センターと情報共有を行い早期発見に努めているところです。なお9月の初めにはヤングケアラーの定義について改めて校長から職員に説明をさせ、当該者の有無について把握するように指示したところです。ヤングケアラーの情報を得たら子ども・若者課と連携し個別のケース会議により組織的に対応することを考えております。また学校では子に応じた相談体制を整え丁寧な心のケアに取り組み具体的な支援について関係機関との連携を図ってまいります。以上であります。質問を許します。中川健二君。じゃあまず浜内港直江津港のことですが、貨物船のことですけども、話がまだ進んでなくて どんな是非評価がよくわからないって、まあ、その通りだと思うんです。ただ佐渡市としては この状況、まあ、佐渡市は佐渡汽船の2番目の株主ということに大株主になったわけですので、このような会社が出現したということはどのように考えるのか、外部取締役の副市長にお考えを聞きたいと思いますが、お願いします。説明を許します。伊海副市長。はい。この問題につきましては、まだ汽船の中でも情報程度、メディアに出た情報程度しか出ておりませんけれども、佐渡市としましては、具体的な細かい詳細なところが今現在、分かっておりませんので、そのあたりを、見極めて、いきたいというところでございます。質問を許します。中川健二君。はい。最初にもちょっと言いましたけども、佐渡汽船が、この荻航路で今まで一生懸命頑張ってくれてたわけですけれども、結果的に、大赤字で、なかなかここを維持していくのが難しいような状況にまで、追い込まれているという結果になってまして、そこへあえて、こう参入してくれる、ベンチャー企業というふうに、位置づけていいんじゃないかなというふうに思うんですが、こういうことが1年目だからわからないから、それは様子を見るということになると、いわゆる傍観者ですよね。
結局、まあ、この会社として10年目、試しに運行させたけど、佐渡市は、まあ、佐渡市はというか佐渡ではそれほどありがたがられないんで、まあ、やめとこうかっていうことに、まあ、なり得ることだって考えられるんで、まあ、せっかくそうやって手を挙げてくれたその会社に対して何らかのやはり、こちらの、まあ、気持ちというか、どういうふうにすればその会社として存続ができるのか、またどうなのかという、佐渡の気持ちとして、そういうものが会社に対してアピールすることが必要なのではないだろうか、まあ、全部が全部荷物は回せなくても、まあ、何便かはその会社に回すとか、まあ、実際に試すためには動いてもらわなければわからないので、そのようなことを考えてはいないんでしょうか、お聞きします。答弁を許します。渡辺市長。はい、民間の活力でですねやっていきたいというお話で、私も、まあ、社長とお会いをしてますので、まあ、ぜひ頑張ってほしいということはお話しておりますし、民間の活力である、そして流通の場合はですね船で運ぶだけではありませんので、船で運んだ後どうなるかとかですね、さまざまな要因が絡んでくるわけでございます。でそこはやはりしっかりと業者さんの方でしっかりとこの荷主さんとですね議論をしなければいけないというところになってくるわけでございます。そういう面で、例えばさまざまな形で、行政の仲介等がいるということであればですね、またいろんなお話聞くこともありますが、まあ、現段階ではそういうお話もないということでございますので、基本的にはやはり民間の力でやっていくということを我々はまあ今の段階では見守っていく、具体的な計画ができて、どのくらい遅れるのか含めてですね、それを行政が決めるということは私自身はありえないというふうに考えておりますので、やはり民の中で相談することをベースに我々は考えていくと、そんな感じで今我々は今見ておるというそういう状況でございます。質問を許します。中川健二君。じゃあもう一点だけちょっとお聞きしたいんですが、この会社は佐渡市と、なんか交渉というか、まあ、話し合いをしたというふうに、聞いたんですが、その時の内容というのが、まあ、どの程度話せるか分かりませんが、まあ、もし話せることがあったらお願いしたいと思いますが、いかがですか。答弁を許します。渡辺市長。はい、話し合いというような話し合いはございません。まあ、民間で参入したいというお話をお伺いして、まあ、民間の活力で頑張ってほしいというところをお話をしただけでございますので、その打ち合わせとか、ただそこの中でこれから荷主さんといろんなお話をしていきますということでお話をされておりましたので、まずはやはり荷主さんとのお話が先だろうというふうに考えているということでございます。質問を許します。中川健二君。まあ南部がこう活性化していくには大きな何か弾みになるかなというふうに期待もしておりますので、ぜひ、良い方向に進むようにお願いしたいと思います。それでは次、自然エネルギーの島構想の方に移っていきます。自然エネルギーの島構想は佐渡島、淡島において、再生可能エネルギーの導入拡大により地域経済の活性化や防災力の向上、そして豊かな自然環境の維持を図り、持続可能な環境型社会の実現を目指すものである。具体的には再生可能エネルギーの導入によりエネルギー自給率を高めるとともに、化石燃料の調達に等に伴う資金の流出を抑制していく、また再生可能エネルギー関連の産業振興により企業の事業拡大、新たな雇用創出など地域活性化へとつなげていく、そして将来的には CO2 実現ゼロカーボン、ごめんなさい、 CO2 実質ゼロカーボンニュートラルを実現するとともに、自然と共生する豊かな里山を後世に引き継いでいく、脱炭素化に向けた決意として新潟県佐渡市淡島村としても2050年までにカーボンニュートラルを目指すということを宣言しています。このイメージとして住宅
公共施設の屋根や耕作放棄地に太陽光発電設備が並ぶ、その電気を貯めて需給を調整する蓄電池や電気自動車が大量導入されて、島内に水揚げされた魚の鮮度を保つ氷は余剰電力を活用して生産する、沖合にある洋上風力発電の電気からは水素エネルギーが製造される。先ほど市長もそういうふうに言ってくださいましたが、風力は水素は風力や水素は設備も膨大で佐渡市の一存では難しいですが、建設期間が比較的短く現実的手段と期待するのが太陽光。用地問題などの壁はあることも現実ですが、そこで脱炭素化とコスト抑制の目標を両立させるため打ち出したのが省エネの深掘りだ。素案には石油危機後の水準を超える大幅なエネルギー効率の改善、技術開発や省エネ住宅の導入支援などを講じることになるが、現実はこれも容易ではありません。しかし意欲的な目標を掲げて対策を加速することが2050年の温室効果ガス排出ゼロににじり寄っていくということも大切だ。冒頭でもお話ししましたが、今の異常気象、私たちが便利な道具を使うことや豊かな生活の代償であることと、佐渡の電気はクリーンではないことを認識し、佐渡の電気を再生可能エネルギーに置き換えることがSDGs に貢献することとなり、カーボンニュートラルに近づくことになることを市民全体が共有し、再生可能エネルギー置き換えに取り組むことが必要と考える。そのためにもまだまだ自宅の屋根の提供ができるうちが多くあると思われるので、行政は当面ソーラーパネル導入の手助けや省エネの周知に努めるべきと考えるがいかがか。またソーラーパネルの補助金、それから V2H の補助金、蓄電池の補助金、今何件出しているのかをお尋ねします。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。太陽光発電につきましては、ソーラーの補助金は以前佐渡市の方でも出しておりました。でソーラーの値段がだいぶかなり当時より半額にはなっておりますので、ソーラーの補助は今打ち切りをしております。でその代わりにその、蓄電池等の補助をさせていただいております。でこちらの方についてはだいたい年間10件程度の予算契約規模となっております。質問を許します。中川健二君。その他になんか V2H というのも補助金を出しているようですけど、これもわずかだと思います。佐渡市の具体策はこれからのようだが、今できるこのようなことから始めるべきではないだろうか。太陽光発電で一斉に発電してもその電気の使い方が決まっていないと無駄になってしまう。以前は作った電気は全量買取をしてもらえたが、ソーラーパネルが普及すればそうはいかない。そこで蓄電池や EV とセットのソーラー発電が望ましい。自宅でできた分の電気は自宅や自動車で使うことにより電気を買う必要がありません。蓄電池があればそれでも余る分発電しない夜や曇りの天気のために貯めておける。それでも余れば売電に回し、不足分は買うことができる。多くの家庭でこのことを進めれば、このシステムで作った分の電気は発電所では作る必要がありませんので、化石燃料を燃やして温暖化ガスを出さなくてよいことになる。またその分の石油を買うお金が節約できることになります。以前お話ししましたが、
電気自動車の EV は排気ガスを出さないで走るクリーンな自動車なわけですが、佐渡で使う場合は EV に充電する段階で重油を燃やして温暖化ガスを出して発電所で電気を作っているわけですので、 EV といえども温暖化ガスを間接的に出していることになります。ソーラーパネルで発電した電気を使えば初期投資が必要でありますが、自宅でできた分はタダで電気が使えるし、 EV に使えば完璧なエコカーとなる。これは市民にとっても佐渡市にとっても自然にとっても良いことばかりですので、普及推進に、経費がかかっても価値があると思いますが、いかがですか。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。今議員おっしゃられたように、今電気自動車、充電いたしましても火力で作った電気になっております。そういったことも少しずつ、減らしていこうということで、今回の、庁舎の建設の、上にもソーラーを載せる計画でおります。でそのソーラーで、電気自動車の充電ができないかというところで今検討を進めているところです。そういったことを手がかりとしまして、この後例えば、市場サービスセンター、そちらの方にもソーラー充電器等設置できないかということで今検討を進めております。で民間の一般家庭のものにつきましては、当時ソーラーが流行ったといいますか盛んになった頃につきましては蓄電池ついておりませんでした。で大体皆さん、当時余剰電力の、売電、こちらの方が、始まった当時になっております。でその頃は、蓄電池のセットというのはほとんどなかったというふうに認識しております。で今私どもの方としても、少しではございますが蓄電池の補助をしております。でまた今回、東北電力のグループ会社の方で屋根貸しの、ソーラーの事業が、スタートしたいたしました。佐渡市としてもこれに何か支援ができないかというところで今内部の方で検討を進めているところでございます。質問を許します。中川健二君。はい、ありがとうございます。このことは まだまだ市民に浸透していないのではないかというふうに思われます。地球温暖化での異常気象を防ぐためにも省エネが大切なことは、余裕のある人はソーラー発電や EV を導入することの周知とともに、行政の手助けが重要と思われます。さらなる推進に期待いたします。それでは次、林業の活性化に移ります。林業は2050年カーボンニュートラル問題やウッドショックなどで、今注目される産業のはずだが、佐渡ではまだまだ日が当たっていないように見えます。そこでこれから新築される佐渡市の新庁舎は佐渡の林業の活性化に絶好のチャンスだ。木造庁舎にすれば材料の準備に林業は一気に活気づく。新たに作り上げるのだからできない理由はいくらでもあると思いますが、どうしたいのかが大切だと思います。逆に木造にした方が良い理由もあります。それは林業の活性化、SDGs の推進、公共建築物等木材利用法の促進の裏付けもあるし、何より佐渡産材の木の香りがする庁舎を想像するだけでも胸がワクワクする。秋田杉を使った秋田市役所や宮崎県小林市役所の東館は地元産材を使用した3階建ての木造建築の庁舎となっています。どれも斬新で木のぬくもりを意識したデザインとなっています。佐渡市もこんな夢のある庁舎作りをしてほしいと思い、木造高層建築のことを調べてみました。木造高層建築のメリットとして林業の活性化があります。昨今は国産の木材の利用が減ったことから、日本の林業の衰退や山の荒廃が問題となっています。木造庁舎を建てることは佐渡の林業の活性化や山の荒廃防止にもつながる。例えば
山形県南陽市の文化会館は木造耐火の3階建て施設です。南陽市は面積の6割が森林で占めているものの、林業の衰退などによりそれが有効に活用されていない状況を踏まえ、市は公共施設の建設に地域の森林資源を活用すれば地元経済効果をもたらし、管理の行き届いていない森林の保全を期待できるとして、地元産の杉を使用しての新施設の建設を決断した。この南陽文化会館では当初光熱費を鉄筋コンクリートの実績をもとに年間4500万円と見積もっていました。しかし実際には約1440万円と3分の1に抑えることができたそうだ。これは一例ですが、木造のメリットは計り知れない効果を生むと思われます。地球温暖化の抑制、山の樹木は光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し酸素を排出する。そして二酸化炭素を吸収した材木は木材になって炭素を蓄え続ける。地球温暖化の抑制にもつながる。木を燃やしたり腐らせたりすると発生する二酸化炭素を建材として固定化すれば長期間二酸化炭素を出さないで済み、脱炭素に貢献できる。これは国連持続可能な開発目標 SDGs の観点で木造ビルを評価する企業が増えている。より安価な建設費、木造建築は建物自体の重量が鉄筋コンクリートや鉄骨造りよりも軽いため、それを支える基礎工事の費用などは安くなる。新庁舎建築も地盤改良工事が伴うと聞きましたが、木造はこのことに関しても有利である。より少ないランニングコスト、木材は鉄などの他の部材よりも熱伝導率が低く、部材そのものの断熱性が高い。したがって同じような断熱仕様の建物を建てた場合、より断熱性能の高い建物になる可能性がある。鉄筋コンクリートは海外から輸入されている。鉄筋コンクリート建築で使用される部材の原料はほとんど日本にはない。したがって輸入に頼ることとなる。一方で日本には木造建築に使用する木材が豊富にある。このような背景を考慮すると木造高層建築は大きなメリットがある。近年の欧米社会ではグローバルな視点から環境への注目度が高まり、その中でコンクリートから木への回帰が起こっています。また EU においては国境炭素税の提案を行っており、二酸化炭素の排出量取引で対象となるものの中には建設材料である鉄骨やセメントなども含まれています。つまりこれからはさらに木造や木の流通は活発になってくる方向に世界は向かっています。今までは鉄骨や鉄筋コンクリートによる構造物の独壇場であった高層建築物でも木造のプロジェクトが増えてきています。木造での庁舎建築は佐渡に大きなメリットをもたらすこととなります。補助金消化のための庁舎建設と言われないためにも知恵を絞り立派な庁舎にしてもらいたいと思います。今から検討の余地はあるのかお聞きします。説明を許します。猪俣企画課長。ご説明いたします。その木造推進、法の方ですが、こちらのは平成22年に制定されております。それを受けまして佐渡市でもその木造建築の基本方針というのを24年度に策定をしております。そこの中でも、謳っておりますが、法律の中でもそうですが、その、防災機能、こちらの方を重点に出しております。私どもの方としては庁舎については防災機能庁舎ということで、防災に特化した部分を取り入れたいという
コンセプトで今考えております。そこの中でやはり耐震構造、それと耐火構造、こういったものを含めた中ではやはり鉄筋コンクリートが望ましいというのが第一点。その他に木造でやった場合のやはり工期とコスト、イニシャルコスト、こちらの方が合併特例債の期間中にはできないだろうという検討もさせていただきました。で、先ほど冒頭でおっしゃられました CLT 建築、こちらの方も私どももいろいろ研究をさせていただきましたが、これは佐渡でできる材料ではないので、佐渡産材で CLT をやるとすると東京の方まで一旦材料全部送って修正材に製造していただいてそれを組み立てるという形になります。で、 CLT の場合は防火機能もなかなかいいものがあるというふうに聞いております。ただ、考え方が燃えないではなくて燃えても崩れないというようなコンセプトになっております。通常の 1. 何倍というような、太さの修正材を使うというような形で考えられております。そういったことを総合的に判断した中でやはりこの合併特例債もそうですが、工期、コスト、こちらの方を総合的に判断をさせていただいて鉄筋コンクリートで進めさせていただいております。で、その代わりと差の代わりではありませんが、その佐渡市の方針の中でも RC の建物であっても内装材には十分佐渡産材を使うようにというふうな方針を規定されておりますので、私たちとしてはそれにのっとりまして、できるだけ内装材、こちらの方には、佐渡産材を使用していきたいと思っております。で、そこに、杉だけではなく今回森林の方から当て火の方の寄付もいただいておりますので、そういったものをできるだけ市民の目に触れるような形で作っていただきたいというふうに考えております。質問を許します。中川健二君。はい、できない理由はいっぱいことあると思うんですが、さっきも言いましたけど、やるかやらないかの問題じゃないかなと思いますが、結局その合併特例債というものが それを使わざるを得ないというところに問題があるのかなというふうに思いますが、ここまで来た以上は佐渡産材を多く使っていただいて、できるだけ多く使っていただいて、佐渡の林業の活性化になればというふうに思いますのでお願いいたしたいと思います。次はバイオマスチップのことについて少しお伺いします。バイオマス発電という言葉を最近耳にするんですが、これは、生物体の量を意味し、一般的には利用する生物資源そのものまたは材料や燃料として利用することを意味する。一般的には木材など生産資源を燃料にして、生物資源を燃料にしてエネルギーを作るのがバイオマスプラントである。で、佐渡の木材をこのバイオマスチップとして輸出しているということをお聞きしたんですが、それは年間どのくらいの量なのか分かったら教えてください。説明を許します。本間農林水産課長。ご説明いたします。バイオマスチップとしてどのくらいの量を当該に輸出しているかということでございます。バイオマスチップで輸出しているわけではなくて、木材、原木丸太を輸出しております。詳しい数字はちょっと今日持ち合わせておりません。質問を許します。中川健二君。チップにはしてないということですが、結局木材を輸出している。この木材は動かせば動かすほどコスト高になる、輸送量が非常に高いということですけれども、わざわざ当該に運び出すんであれば
これを佐渡で使えれば それほどいいことはないんじゃないかというふうに思いますが、それはどうでしょうか。説明を許します。本間農林水産課長。ご説明いたします。バイオマスの利用で島内で使用すればよいかという質問でございますが、島内で、丸太の方を、バイオマス、発電の燃料として、島外に出しておるわけでございます。しかしながら島内でそういったことを考えるとすると、やはり材の絶対的な排出量が足りません。そういった意味で、島内でバイオマス利用にはなかなか経済効果を出すほどの材が今生産できていないというのが状況でございます。質問を許します。中川健二君。量が少なくて佐渡では役に立たないということですが、でも全部バイオマスで発電するというわけじゃなくて、佐渡から出している分だけでも電気に変えればその分佐渡の経済を潤うということになるんで、ここは少し将来的には見直してもいいんじゃないかなというふうに思います。で、佐渡ではないんですけども、この建築用材となるはずの丸太がトラックごとバイオマスプラントへ、運ばれてるんではないかということがあります。用材になるはずの丸太がバイオマスプラントに運ばれるなんてことはありえない、もちろん行政側はそう言いますよね。なぜこの丸太のバイオマスプラントへ、この丸太が直行するのか、業界では問題視されているそうです。佐渡ではないですよこれは、木は魚のように実からアラまで無駄なく使うことで、資源全体の価値を上げる。木を適材適所に使い分け、資源を無駄なく全て使っていくこと、木の良い部分から建築や家具の材料に使い、見た目の悪い木は人目のつかないところに使ったり、そして少々曲がっていたりして必要な長さが取れないものは修正材や CLT 合板の材料などにする。最後にもう形を取ることができない残りを紙の原料やエネルギー源に使う。燃料として燃やす木もこのような中に位置づけられていることが大前提です。木は良い順に A 材、B 材、C 材、D 材となり、 D 材には根元の部分や、先の細い、先端の部分、曲がった部分、山に置きっぱなしになっていた木等があります。これらをバイオマスに回すなら意味があるし、木の価値を上げてくれる。木の単価は家具や建築用材が一番高く次第に下がっていき、粉代わりにする木が一番安い。せっかくの建築用材を粉代わりにして燃料として叩き売れば、一時的には現金が稼げるかもしれませんが、建築用材の需要がないからという人もいる。しかしそれでは今をしのげたとしても山林や山村も疲弊に向かい、将来への持続性は得られません。用材となる木は植えるにも育てるにも切り出すにも技能がいる。きちんと用材として売れば育てた技術や山林にも正当な対価が払われる。林業に携わる人々の仕事と家族の生活が守られ、それで次の世代の木を山に植えることができる。このサイクルが回れば林業や製材業が将来へと発展していく。バイオマスに使う木は粉々にするのだから質は問わず、取引価格は安い。バイオマス利用だけでは再造林などはありえません。このような価格帯の低い木ばかりの流通が増えれば木材価格全体が下がり、さらに立ち木を植えて育てて収穫をする技能まで損なわれ、山の保全も難しくなる。
これは佐渡の現状ではありませんが、そうならないための注意が必要ではないとないかと思うんですが、佐渡ではどうなのか、現状を分かったら教えてください。説明よりします。本間農林水産課長。ご説明いたします。今の質問は、適材適所、まあ、適材適所というか、適したところにその材をしっかり使いなさいということだと思います。佐渡の現状でございます。佐渡の方では現在森林はたくさんあるもののなかなか森林施業が進まない状況と全体の取り扱い量が少ない、そういった事情がございます。またせっかく切った木もその搬出するところにコストがかかるために臨時残債として残されているという現状もあります。で、先ほど当該にバイオマス用で搬出されるという話をしましたが、そちらの方は現状では山で切った木を選別しないでそちらの方に全量を持っていくというのが主な流れになっております。やはり山で、木を選別して、それぞれのところに持ち出していくというところに今すごいコストがかかっている状況になっております。もっと林業機械の構成の化であったり制御地の拡大、効率化を図っていかないとなかなか適材適所に木材を使うという現状には持っていけないのが現在の佐渡の実情でございます。質問を許します。中川健二君。はい、ちょっと予想したこと答弁と違ったんですけど、全量を搬出するというのはちょっとあんまりどうかと思うんですが、佐渡の林業を活性化するためにはやはり、高く売れるものは高く売るということをやっぱり心がけていかなければいけないのかなというふうに思いますし、ぜひそうなるように、行政からもいろんな支援をしていただきたいなというふうに思います。はい、では次はヤングケアラーに移ります。教育委員会の方ではヤングケアラーを把握しているかということで、先ほど、9月にまた調査をしてというふうなふうに、おっしゃっておりましたが、ヤングケアラーという言葉自体が耳慣れないので、私が知っている範囲で少し説明したいと思います。家族が病気であるなどの事情から大人が担うような介護・家事を行っているヤングケアラーについて、厚生労働省・文部科学省の両省が、公立の中学校・高校を対象として実態を調べたところ、中学校の 46.6%、 全日制高校の 49.8% にそうした生徒がいると、捉えています。定時制高校は 70.4%、 通信制高校は 60% と、前日制を上回った家族の世話に費やす時間は長い生徒で1日あたり7時間以上に達している。回答を求めるにあたって、ヤングケアラーについて本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話など日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど子ども自身の権利が守られていない子どもと定義した。世話をしている相手は兄弟がどの学校でも多かった。学校対象の調査では、ヤングケアラーと思われる生徒のうち7割以上が家族の代わりに幼い兄弟の世話をしているとの結果が出ている。定時制高校の生徒に限ると9割を超えた。世話をしている家族がいると答えた生徒に世話に費やす時間を尋ねたところ、定時制通信制高校の生徒は長時間化する傾向が強かった。7時間以上の割合は中学生が 11.6、 全日制が 10.7、 定時制が 9.7%、 通信高校の生徒は 24.5% だった。実態を知っているかどうかで一人の児童生徒が救われるかもしれない。自分が当事者だと気づかず、なぜ自分だけと悩む生徒の助けになる。
さらに学校を起点に福祉の専門家が地域ボランティアを連携すれば、この子どもが信頼できる人間関係、居場所につなげられる。世界に先駆けて1980年代から支援に取り組んだイギリスでは、当初ケアを受ける親を責める風潮も見られた。日本でも当事者家族の関係を世話をする側、される側と単純に見ないよう注意したい。家族の状況や過ごす時間はそれぞれ違う。親を追い詰めるのではなく、子どもが介護力とならなくても良い環境づくりをし、家族全体をどう支援するかを考えてほしい。ヤングケアラーは複雑な感情に悩む責任感の反面、面倒に思う。当然だ、自分を責めなくても良いし、どんな気持ちを抱いても大丈夫だと伝えたい。そして子どもが自分の考えや状況を整理するには周囲の手助けがいる。声かけや必要な情報につなぐなど、子どもの声に耳を傾けられる社会が求められている。これを誰がするのか、どこができるのか、この点についてお聞きいたします。説明を要します。森学校教育課長。はい、ご説明いたします。ヤングケアラーについては、今国の方から調査が入り、県も調査が動き出しているところですが、以前から、この言葉が表に出る前から、要保護児童対策協議会という形で各家庭の困り感がある情報は得て、福祉関係、学校関係、あと警察など医療関係などいろんな組織が、でいろいろ、ケースごとに対策を練って、おります。そして、家庭の方へ訪問指導を行い、今、議員の方からお話があったように、その親に対しての支援、どのような、家庭に対しての支援ですね、どのようなことができるのかということで、訪問指導を行ってきているところです。学校としては、子どもへの、ケアということでそこを重点的にこう行っておりますが、先ほど話がありましたように、カウンセラーやなどの相談体制を整えたり、やはりそういうご家庭の子どもさんで教育に受けるところで、影響が出ているというお子さんをヤングケアラーという部分もありますので、学校にこう来れやすい、来やすい支援を行っているというようなところでございます。以上です。質問を許します。中川健二君。ありがとうございます。私がここで今自分が喋った中では、うまく言えなかったんですけど、多分本人は責任感で一生懸命こう家族の面倒を見るわけですけど、でもやっぱり、一生懸命なればなるほど、なぜ自分ばかりという気持ちが湧くかと思うんです。この辺をどう救ってあげられるかというのは、本当に周りの社会がどうフォローできるかということが大切なのかというふうに思います。見ようとしないと見えない存在、見ようとしても見えにくい存在とされるヤングケアラーは、幼い兄弟の世話、障害や持病のある家族の介護や看病などケアは多岐にわたる。認知度が低く、子どもや周囲の大人が気づきにくいのが課題だ。ヤングケアラーはデリケートな部分もありますが、周りが把握していなければ手を差し伸べることも難しくなります。行政は経済面のや福祉の面で、教育関係者は教育のフォローなどで、まずは実態を知ることが大切と考えます。ヤングケアラーの問題を考えるとき、貧困は無視できない問題です。シングルマザーや夫からの DV など、親がそこから抜け出せず子どもも巻き込まれているのが現状だったりします。このため当事者の子どもだけでなく、親や兄弟、祖父母も救えていないと根本的な問題解決にはなりません。
ヤングケアラーは20、30、40の対策が必要と思います。佐渡市の今後の対策に期待いたしてまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。あ、市長に聞け。はい。いいですよ。いや、今日の ご意見を、はい、なかなか見えにくいんで、で行政としてどう対応するかということをお願いいたします。答弁します。渡辺市長。はい、ヤングケアラーの問題につきましては、さまざまな形で学校現場の方で現れているというのも聞いておりますが、やはり今、さまざまな形でですね、このコロナにおける中で、家庭での子どもの問題というのも新たに現れているところでございます。そういう部分でやっぱりしっかりと情報をやっぱり把握しなければいけない、そしてヤングケアラーという言葉自体が、以前からもちろんあるんですけども、どちらかというと以前はちょっと美徳みたいなところでお話があったかもしれませんが、今はもう本当に子どもの学ぶ権利といいますか、そういうものを阻害しているということにもう明確になっておりますので、やはりそこの今状況調査もですね、国県の方もかなり始めております。で、我々も一緒にですね、本当にその状況というものをしっかりと捉まえながら、学校現場と合わせながら対策を取っていくということが必要であるというふうに考えておるところでございます。質問を許します。中川健二君。ありがとうございました。ではこれで、私の質問を終わります。ありがとうございました。以上で中川健二君の一般質問は終わりました。ここで15分間休憩いたします。